はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、うちに新しいカメラ用のモニターがやってきたので、そちらを紹介したいと思います。で、カメラ用のモニターって何かっていうと、まあ、今私が使っているようなα9 とかチルト式の液晶とかバリアングルではないカメラだと、まあ、こう自撮りをするときにはやっぱりモニターを別で接続してで使うことが多いんですよ。まあ、そうしないと、まあ、どういう画角で撮れてるのかとか、ピントが合ってるのかっていうところが確認できないので、まあ、私も今ですね、フィールワールドのモニターを使って、今撮れてるこの映像もここで見てるんですけども、今回はですね、なんとタッチの機能に対応しているモニターということで、非常に面白い一品になってます。で、こちらですね、アンディシネっていうところのモニターになります。今私が使っているモニターよりも、結構これね、グレードが高いものになるので、まあ、どういった機能があって、実際の使い心地とかどういう感じで使えるのかっていうところを今回は紹介していこうと思います。では、行ってみましょう。よし、じゃあまずはね、開封からやっていきます。よっと。まあ、結構これいいやつだからね。まあ、作りもね、しっかりしてると思うんですけども。はい、こちらがですね、ディスプレイの本体ですね。結構思ったよりも軽いですね。うん。で、一応こんな感じでディスプレイを拭くものもついてますね。あとこんな感じで、マイクとか接続できるアームもついてます。まあ、これで三脚とかに固定して使うことができるっていう感じですね。で、一応1本 HDMI のケーブルもこんな感じで入ってます。よかった。これちょうどね、このソニーのマウントに付けれる HDMI なので、ソニーのカメラ使ってる人は、まあ、このモニター買うと、そのままケーブルとか後で買わなくても、モニターと接続できますね。うん、これもありがたいですね。よし、じゃあちょっとね、実際にこれから使ってみて、どんな感じなのかまとめてみたいと思います。じゃあちょっとしばらくこれで使ってみたいと思います。はい、ということで、ね、今設置をしてみました。で、今ね、このモニターを今映してるんですけども、まずすごいと思ったこと、この左にね、これボリュームのメーター出てるんですよ。で、この声のボリュームって大きすぎると、まあ音割れの原因になったりとかもするし、逆に小さすぎても後から引き上げたりしてもあんまり綺麗に撮れなかったりするので、できるだけ最初の段階で、綺麗な音にしておきたいっていうのもあるんですけども、設定変えてないので大丈夫っていうのは大体わかってるんですけど、マイクと近すぎて音割れしちゃったら嫌だしっていうことで、まあ音声とかも気をつけながら撮ってるんですけど、このメーター、これ左に出てるのめっちゃ見やすいですよね。で、一応下にはこれ α9 の、機能として出ているメーターが出てるんですけど、はっきり言ってそっちよりもこのディスプレイ側に出てるこの音声メーターの方が見やすいです。これも間違いないですね。で、この赤いゾーンに入っちゃうとちょっと音でかすぎっていうね、ことになっちゃうので、まあ、大体この黄色ぐらいに入るぐらいがちょうどいい音声だと思うんですけど、まあその辺も、まあしょっちゅうずっと確認しながらってわけじゃないですけど、まあたまにちょっと確認した時に音声大丈夫かなってチェックできるんで、この辺かなりいいと思います。やっぱこの赤と黄色と緑で分かれてる方が見やすいですよね。で、あと、そうですね、今接続どうやってんのかっていうと、まあここにですね、HDMI のケーブルを挿して、でそのケーブルが、こっちの α9 につながってるっていう感じですね。で、このケーブル自体は、このモニターについてきたものではなくて、もう私がもともと持っていたものですね。結構長いケーブルになります。で、あと、そうですね、電源なんですけど、ここ、下に挿しました。で、この電源もですね、ついてませんでした。なので、こちらももう、もともと私が持ってたものを使ってるんですけど、電源とかを持ってない人は、これ別で買わなきゃいけないっていうのはね、ちょっとこれマイナスポイントですね。電源か、もしくはバッテリーぐらいは入れてほしかった。ってことで、実はこれバッテリーも入ってなかったんですよ。だから、あのバッテリーも私持ってるので、今充電中で、充電終わったらつけれるんですけど、バッテリーも入ってないですね。うん。だからそこはちょっとね、マイナスですね。で、いいところなんですけど、やっぱタッチ操作対応してるってことで、これね、タッチでいろいろ操作できるんですよ。そうだな。まあ上からこうギューってやるとこれバックライトの明るさとかを調整できたりとか、あと横にやるとこれボリューム、調整できます。最大22ですね。で、まあ、ボリュームも調整できますよと。で、あと、下からスワイプすると、メニューが出てきます。で、メニューの方で、ピークフォーカスとかね、使ったりとかもできますし、偽色ってなんだろうね。これあんま使ったことないですけど。まあ、モノクロに
したりとか、ね、レッドにしたりとか、こんなの使うことはないですけど、一応こういう機能もあります。セーフマーカー、こういうなんか枠をつけたりとかもできるということですね。で、あと私的にちょっと驚いたのがこれね、スワイプでこれ画面を大きくできるんですよ。で、まあ、指でこう追従させるみたいなこともできると。これはやばい。これはね、こっちの、こっちにね、もう一個ディスプレイモニターあるんですけど、これには入ってないですね。入ってないというかできないんですけど、今この録画してる画面って、ちょっとこのディスプレイサイズと比べると小さいんですよ。で、まあ、こっちで表示しても同じようになるんですけど、これだと、ちょっとギュッてズームすると、まあメニューとかはやや映んなくなるんですけど、モニター的に、まあ、こんな感じでね、調整してあげると、結構モニターいっぱいに、まあ今カメラで映ってる映像を、まあ、映すことができるというところですね。これはかなりいいと思います。で、あと一応ね、上にも、こういう感じでですね、こう、くるくる回せるところがあります。で、ここでもこれバックライトがね、調整できます。で、あとここ押すと、下にさっきと同じね、メニューが出てきます。で、あとまあ横にですね、さっきの、まあ、付属品のね、アームみたいなものをつけたんですけど、まあ、そうすることで下にこの三脚を立ててこう置けるというところと、あとここにですね、マイクを装着することもできます。今私マイクどうしてるかっていうと、ここにね、マイクあるんですけど、ここのカメラの音声をここで撮ってるって感じなんですよ。で、まあ、今私どこにいるかっていうと、ここにいるということですね。ここにいるんですけど、まあ、ここにマイクがあり、ここにカメラがあり、この辺にモニターがあるっていう感じの体勢で撮影してます。やっぱマイクはね、ある程度近い方が声綺麗に撮れるので、まあ、この体勢気に入ってるんですけど、まあ、そういうマイクとかをここにね、つけることもできるんですよ。なんかまあ、極端な話、ここに置いといて、ちょっと角度をキュッとつけてやれば、モニターがすぐ目線の下にあって、で、マイクもここにあって、すぐ近くに自分もいるので、声も結構取りやすいんじゃないかと思います。まあ、それはこっちでもできることですけどね。私的にちょっと良かったのは、これですね。ギュ。これができるっていうのが、結構良かったかなと思います。あと、モニターも軽くて小さいので持ち運びもしやすいですね。ちなみにやろうと思ったら、ここのね、カメラの直接上にこうやって接続することももちろんできます。うん。こんな感じですね。こうすると、まあ、かなりいけてますよね。こんな感じですね、見た目的には。うん。なんか、すごい機材って感じでかっこいいですよね。で、こういう時こそ、結構目線からディスプレイが遠くなるので、さっきみたいに、ちょっとキュッとズームできると、この距離からでも結構見えますね。でも私、あそこに置いちゃうと、目線がね、上のモニター目線になっちゃうので、あんまり最近そこに置かないようにしてるんですけど、ちょっとここに置くと意外と新鮮ですね。いいかもしれないっていう感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今ですね、この α9 のカメラの上にですね、このモニター設置しております。やっぱね、ちょっとズーム手でキュッてズームして、結構大きい、まあ、フル画面でね、しっかり撮れてる映像とか確認できてるので、まあ、かなりやりやすいです。やっぱこのタッチで指でキュッてズームしたりとか、そういう調整ができるっていうのはまあやりやすいですね。このまあ普段のスマホの使い勝手に慣れてる身としては非常にやりやすいです。で、あとは音声の波形がすごい見やすいってところ、まあ、声が大きすぎないかとか、マイクが近すぎないかとか、その辺って音声がどれぐらいで撮れてるのかっていうのは、まあ、しっかりとこう見ないと分かんないので、撮れた後の音声聞いて全然ダメだったじゃ遅いので、まあ、そういうところも、見やすいです。で、まあ、今カメラの上にね、設置して撮ってるんですけど、そっちを見ちゃうと目線がこうなっちゃうんで、ダメなんですよ。そこはまあ、最初の頃私ね、そのスタイルでやってて結構ね、目線が気になりますって結構コメント来てて、で、まあ、やっぱそうだよねと思って、もう見ないように、このレンズを見て喋るっていう風に、決めてるんですけども、一応こう、レンズ見ながらこう喋ってても、まあ、上に大体ですね、ここを見てても、大体この入ってるなっていうのは上にわかるし、で、物を撮るときなんかは、こういう物とかを撮るときは、顔が隠れてるんで、まあ、ピントが合ってるっていうのはわかるんですよ。まあ、そんな感じで、やっぱりこういった、まあ、ソニーの α 系とか、液晶がひっくり返らない、カメラを使っている場合なんかは、特に、まあ、こういったモニターはかなり使えると思います。で、まあ、気になったところは、電源のケーブルとか、あとバッテリーすら入ってないのは、ちょっと気になりました。
うん、せめてバッテリー1個は入れてほしかったなってとこですね。で、私はですね、もうすでにこのバッテリー、こちらのバッテリーをもう前から持ってたんで、今これを使ってます。バッテリーつけてます。充電して使うっていう感じですね。共通バッテリーみたいなんで、まあすでに最初からこれ持ってる人はいいと思うんですけど、持ってない人は、まあこのバッテリーとこの充電セットだけを、ちょっと個別で別で買わないといけないというとこですね。ちょっとそこはね、気になりました。で、一応このモニターの上にですね、つけるこういったフードみたいなやつもついてます。で、これはまあ外で使う場合はこれをつけて、光の反射とかを防ぎつつしっかりモニターを確認するっていう使い方をするもんですね。まあ家でわざわざこれを使う必要はないと思うので、基本私はこれ使うことはあまりないと思うんですけど、まあ外で映像とか撮りたい人は、まあこういったものもつけることができます。はい、ということで今回はアンディシネのカメラ用のモニターを、実際に開封して使ってみました。まあ、使用感とかは特に問題なかったので、まあ、これから、メインで使っていこうかなと思います。まあ、今まで使ってたものも別に悪いものじゃないので、サブで使ったりとかね、別の場所で撮るときに使ったりとか、そういう感じで、使っていこうかなと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。